あ、どうぞ、中で。すいません、すいません。はい。はい、本日も双子検証をやっていくんですけど、はい、実はこちらの企画一度やりましたよね。はい、ウーバーイーツで双子は入れ替わったら配達員は気づくのか、2ヶ月ほど前にやったんですけれども、なんかもうやってて面白かったじゃん。店員さんの反応もさ、すごくいいものがいただけて、なんならちょっとね、ちょっとサイトを変えてやろうということで、はい、第2弾です。出前館でやります。本日は出前館で入れ替わろうと思います。いや、どうだった、まず前回はちょっとね、前回やった時の Uber Eats で入れ替わり動画は、配達員の方が視聴者さんだったんですよ。MN さんですよねみたいな感じでちょっとバレちゃったんですけど。バレたけど、でもお前が出てくるまではバレてなかったじゃん。あ、最初の方はさ、普通に一人だと思ってたよね。そう、もう完璧だったよね。え、さっきお金いただきました。いや、まだ払ってないっすよ、みたいな感じで、もうめちゃくちゃ信じてたよね。いやー、本日もね、めちゃくちゃ面白い反応僕取れると思うんですよ。いや、もうマジやる前から楽しみなの。どういうこと？この MN ケースでも皆さんもね、聞いてくれてるの。ちなみに今何時かわかる？皆さん。今、10時ぐらいですね。夜食ですね。はい、この後僕ら寝ます、うん、寝ますね、うん、で、ちょっと適当に頼んでいこうか。もうまあ、マック普通に頼もうよ。バカ、夜食と言ったらマックってどういうこと。お前もうデブじゃん。デブ YouTuber じゃん。マック時間ないやん。だってもう分かった、分かる。尺的にちょっと早めに来るやつがいい。分かった、じゃあ僕ポテトもいる。じゃあスパビー2つ頼んどけ。スパビーポテトって言ってんだよ。何スパビー2つ頼んどけって。お前俺の話聞いてる。だからポテトとスパビー2つ。分かりました。はい、配送料無料になる。俺クーポン持ってるからそれ使えば。絶対なんない、絶対なんない。1300円ぐらいかな。いや、いけるいける。だからポテト1つとスパビー2つ頼むよ。あ、そういうことか。え、マジで無料なんだあれ。うん、そうそうそう、俺クーポン持ってるから。よいしょ。この前さ、俺にドッキリやってきてるじゃん、出前館で。あの時に僕気づいたんですよ、はい、意外と配達員の方なんかね、マニアックな方が多いと思う、出前館は。なるほどね。 Uber Eats はもうなんかもうみんなやってるじゃん、バイト感覚で、はい、でも出前館ってなんかこう社員みたいな感じで、そうそうそう、結構ね、なんか面白い方がいるイメージなんです。そして YouTube であまりさ、出前館使ってないの、うん、この前初めてでしたね。まあそうだね、僕らは本当に初めて使ったんですけど、まあ一般的にでも出前館も Uber Eats ほど人気だよ。いや、人気だけど、僕ら今までちょっと Uber だったから、 Uber でのね、ちょっと反応はね、よく見てきたり、今までの年齢があったり、いろいろね、企画でも使ったけれども、出前館の時のちょっと確かに反応が楽しみです、ね、僕らね、なんでこんな双子検証をあちらこちらでやってるのかというと、はい、僕らには目標があるんですよ。今までね、交番やスーパーや学校やいろんなところで入れ替わったんですけど、タクシーとかでね、はい、もうね、日本のありとあらゆる場所で、もう全ての場所で入れ替われるようような双子になるのが僕らの夢なんですよ。いつかこれがきっかけにね、うん、僕らのね、念願の炎上がしそうですけれども、どうせ炎上するならこの双子検証で炎上してほしいんですよ。なぜなら炎上した時に、え、僕らじゃないですよ、だって僕ら双子じゃないもん、兄弟だもん、逃げられるんですよ。まあ確かに、まあ確かにね、うん、あの双子を警察に通報する。で、通報して警察が来るじゃん。え、俺ら双子じゃないっすよみたいな。やめなさい。え、でも通報された時双子って聞いたな。確かにお前ら身分証見たら兄弟だなって。やめなさい、もう。はい。楽しく動画ね、撮って楽しくご飯食べようとしてるのに、やめなさい。はい、わかりました。ごめんなさい。まあでも本当に MNA しか勝たんすよ。今日どんだけ俺らナルシストなの。まあ、ナルシストぐらいが一番いいっしょ。よいしょ、皆さん頼みました。残り15分だって早いよ。マック最強じゃん。15分。いや、いい。企画にしやすい。あー、まずいける？オッケー、間に合うかな？え、カメラもセッティングした？カメラ上の方にセッティングしたから、まあ多分ね、結構いいアングルでね、映ると思うんだよな。了解です。で、シャワーもね、さっきちょっとね、一緒にいやらしくシャワーも入ってね、髪の毛もね、まあ、大体一緒なんですよ。多分店員さんからね、初めて僕らのことを見るとね、気づかないですよ。髪の毛一本ね、ちょっとこっち曲がってても一本ぐらい気づかないですよ。いや、これだって扉越しでこう見たらさ、普通にもう同じ人やん。だってこの前の動画見てないって。見て、こちらマジで信じてたよ。本日の衣装はですね、全く同じモデルのシルクのパジャマでございます。そこシルクこだわり、やっぱ成金だね、うん、イタリア製でございます。あ、ほら、またイタリアとか。いや、このパジャマはね、この2つで20万円ぐらいします。嘘だよ、みんな。ちょっと一回カットするから言っていい？あ、ここだけの話、これアマゾンで買った。1000円。じゃあそれはさすがに1000円は嘘。1000円は3000円。いや、それもマジ嘘。普通に、ロックッパ。まあ、でも、これがたとえ1000円でも100円でも変わんなくね。着てる人がさ、わかる。いや、6980円。はい、ということで皆さん、出前館で双子が入れ替わったら配達員は気づくのか、皆さんで一緒に見ていきましょう。よいしょ。やろうぜ。楽しみ、腹減ったんだけど。まだかな。まだですかね。いやー、楽しみ。やること分かってるよね。普通に最初
最初お前が行って、お金渡してで、お釣りを俺がもらいに行く。そう、ちょっと用事ありますみたいな感じで一回戻ってきた時に今度はお前がお釣りもらいに行く。そう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 。で、またお金出そうとするの。オッケーオッケー、財布から。あー、オッケーオッケーオッケー。え、でもさっき払ってくれましたよねみたいなのを言われたら勝ち。オッケーオッケー。で、俺がまた払うふりするんでしょ。そう、すいません、お待たせしました。ちょっと待ってもらっていいですか。どうぞ中で。1,250円出しまったんだけど、僕が払いました。うん、で、今は自営の返します。え、でも僕1,000円払ってないですよ。あ、これこれ。僕が。嘘、払ってないですよ。あ、払ってないんだよ。僕が。はい。え、僕まだ払ってないですよ。トイレ行ってて。さっき1,000円と150円出してたんだけど。僕がですか。そうですよ。嘘。え、おい、エムラお前か。あ、どうした。あ、僕の双子いるんですけど。違う。なんだね、僕が、うん、いや、僕です、僕。あ、ごめんなさい。いや、ちょっとトラブっちゃったわ。いや、でも大成功や、大成功。ふざけんな、皆さんごめんなさい。メインカメラのバッテリーが切れてしまいました。はい、まあ音声はちょっとサブカメラ回ってたんで、そっから音声を持ってきたので、まあ多分ちょっと編集でね、まあなんかうまくやれば多分うまくできると思うよ、うん、ね、音声は残ってるね。うん、もうやばい。双子以上の双子見た、店員さんの反応どうでしたか。やばかったよね、これ。前回の UberEats の企画よりもめちゃくちゃ面白い反応取れたよ。いや、もう大成功っすよ。はい、あなたが払ったよ、あなたが払ったよって。え、間違いなく。はい、ってことで、ランニュースさん、このままギリタタの小籔さんにどうぞ、よろしくお願いします。よし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 よ。配達員は頭もこんがらがってんじゃん。そうだね。同じ顔が2つあるから。あは。まあ多分俺さっきもらったんだなと思って勘違いして帰るんだよ。今度は払ったもん勝ちにしようぜ。もらったもん勝ちとか言ってて、何がもらったもん勝ちや。払ったもん勝ちだよ。俺らは無銭飲食だよ。俺らの望んでることじゃね。あ、やってやろうぜ。稼いだ金は全部好きなものに使える。食べ物なんかに金使わない、うん、じゃあ出前からもう一回頼む。よいしょ。無料でさ、この動画伸びてくれるといいよね。ちょっと一回切って編集しようか、うん、編集してから。え？編
中カメラ回ってる。え、この動画編集するためにはまずあっちまで行って、バッテリーとか切れてないかな。カメラを止めないといけないよね。で、カメラを止めて保存しないといけない。で、保存するときに多分まだ回ってることに気づいて、とんでもなく、とてつもなく大きな大きな炎上にね、繋がると思うんで、ね。え、でもね、多分バッテリー切れてるんだよ。あ、でもそっか。さっきあっちのメインカメラ切れてたから、サブカメもさすがに切れるよね。おい、切れてねえよ、お前。ふざけんな、サブカメのくせに何まだ回ってんねん、てめえ。お前どうすんだよ、お前。双子炎上だよ。お前俺双子炎上だよ、お前。